사는 다니면 미루 운 지나만 쓰면서 가보자 공원 있고 쓰면 따뜻하잖아 그래요. 아또 컴퓨터 생각 같은 땅 하나 주시도 말았던데 컴퓨터 생각하면 쓰면 따뜻하잖아 그래요. 쓰면 나와야 되니 그거 할때 근데 가보자고 나가 서로 뵙기 뭔가 まあね、おもちゃは甘みが出るから、おいしいよね。かぼちかぼちゃと、あと、これもあるなら、これも煮ちゃおうか。小豆ね。小豆も煮ちゃいましょう、味噌汁にね。このまましばらく煮ましょう。かぼちゃと、なんだっけ。かぼちゃじゃない、れんこんと、あずきはいとこにって言うんだっけね。いとこなんかね、どうなんかね。親戚関係あるとは知りませんでしたよ。孫の近縁者って感じしないよね、片っぽがあれらしい、片っぽ今度ですね。それで、絹ごし豆腐の煮たやつを作るんだけどね。絹ごし豆腐じゃない、木綿豆腐だね。木綿豆腐のみたいです。これはね、僕の卵で最後にとじるんだけどね、お袋がよく作ってくれた。貧乏な料理だよね。卵豆腐をこう刻んでさ、ほんと細かく刻んだんだよな、確か。まあいろいろあるんだけど、これ木綿でやるんだよね。木綿もあるんだけど、今日はあれだね。もう絹でやることが多かったな、うちの袋はな。この辺の料理かね。この辺かあの辺もねえよな、こんな料理な。だしでよく煮てね。ここに卵を入れて閉じちゃうんだよ。みんな煮終わった後。ガラガラと煮るんだよね。もうちょっと見せてやろうかな、こっちはな。何がなくても味見。味が美味しいかまずいか別として味見。まあ、黒いぐらいかどうかを確認するのが味見。ほら、なんか、かぼちゃんが煮えてます。昨日プール行ってきたから、もうプール鼻炎で鼻が詰まって辛いよね。美味しいかも。ああ、いいお味です。ちょっと甘みが出るよね、かぼちゃに。春菊を入れましょうかね。春菊が高いよね、今。一応250円とか300円とか下手すぎちゃうからね。それでこれでどのぐらいだろうな。
있어요. 네, 오늘 뭐 어떻게 하네? 네, 저기 신기하다 저기. 오늘도 뭐지 뭔가잖아. 뭐 다 있어 볼게요. 하고 싶네. 아, 그렇지. 선택 즐기면 멋지다. 엄마, 이쪽에 대마이리마스. 저도 고임을 했었네, 아기가. 고기 하얀 것이 아니에요. 아, 정말. 고양이가 또 담아고 또 올리는 거네. 그럼 같은 거는 다 피가 깊은 상태에 있죠. 나스 미, 예. 나스와 이렇게 고공지가 한 마리 비쳤다가 스프가 허석 길고 조심하시오가네. 으스보스 길이 누나스 스리홀에서 사키는 요리 또 마사치아도 골라간다. 오무시하네. 오무시러지라. 오, 난가 이간지になってきたね. もうちょっとなんか入れたいね。 아, 次は ここにいろんなもの入れてあげよう。 もう遅いからね。 もう夜も遅いから帰りたまえ。先生、私どうしても言いたいことがあって。ダメだ、今日はもう帰りなさい。あははは、もう教育実習行ったことあるんだけどさ、大学の頃綺麗な子がいたね。あの子ももう50だよね多分。俺22、23、21で 18だから 3つ年下か。なんかちょっと小悪魔っぽくてね、小悪魔っぽい。そう、うん、小悪魔っていうか本当の悪魔だったらどうすんだよ。あんなもんお前手出すだけならいいけど股間出したらおしまいで。下品。絶対それは 別に社会的身分関係ないからね、人と人との間のマイクロバイオームのやりとりしたいけどね。でも昔の、まああんまりいいや、やめとこう。あまり時事ネタって興味ないんでね、50年後に意味があるかっていうね、すげえな俺かっこいいな50年後考えて生きてんだな。 はい、ここにね卵を落としてあげます。これだけ卵2個分ぐらいだね。ちょっとこう中に入れてあげながらね。うまっ。 もっとか。
豆腐食べる方法としては美味しいよ。ネギ入れたり、なんかいろんなもん入れるけどね。やっぱり最高はごま油ってんで、ごま油入れてもいいし。早く最後は何しようか。ちょっと肉っぽいのやりたいよね。どう言ってもカツがあるからな。あ、じゃあいつものように厚揚げくんに、煮しめでも作ろうか。はい、煮しめに作ることにしました。ね、こういう感じだよね。煮しめって言ったらそうか、煮しめって言った。はい、煮しめって言う、煮しめって言う、煮しめって言う。ちょっと大きめのね、乱切りになってればいいですよね。煮しめって言うは本当にこう順に材料を切っていくと自然に出来上がってるというね。煮しめていいのが楽しいところですね。レンコン、ニンジン、大根のあたりが入るともうゴングショーって感じですよね。ニンジン、大根、レンコン、ゴングショー。はーい、ニンジン、次はニンジン、次はニンジン。なんかこれが原因で遮断機が降りなくて人が跳ねられたんだって。うん、人参事故だなんちゃってね。つまんね。この人参何ヶ月目だな。うん、人参3ヶ月だ。レンコンがもうなんかそろそろやばいぞ、そろそろやばいぞ。このレンコン、レンコンもあれだよね、かぼちゃと同じで爪を立ててはいけない、決して抜いてはならぬ。ここ腐ってるよ。くそ、失敗したな。ここもダメだわ。ぬめぬめってとこはやめておきましょう。もうやべえぞおい、ここも死んでるじゃん。うわ、ここはなんとかいけそう。ここはまあ勘弁してやれる。勘弁。鶏肉かなんかをね、一緒に煮てやれると思うんだけど、なかったら牛肉ね。それも最後の方です。かぼちゃがこういうとこに入れるからもうみんな味を支配してしまうんで、僕はあんま好まないけど、かぼちゃ煮込むの好きな人もいるよね。いろんなのが好きな人がいるし、まあ人それぞれ好き好きやね。だから料理に正解なんかないんだからな。
酢まけじゃいいんだよ、まけじゃ。まずけじゃダメだよね、それね。最後の尻尾の方を見てれば面白みがあるからな。面白みがあるからね。カンプキキの方が薄く切れるからね。ちょっと面白みがあるように作っちゃいましたね。大根これこうやると溶けちゃうよね。切り干し大根風だね。キャラボスだっけ。切り干し大根自分で作ろうと何度か思ったんだけど結局作らなかった。これからはあるのな、人生はな、これから。人生これから。人生これかな。こちらね。はい。はい、これで全部ね。今日も巻きこぼうんと細く切って。もうこれで終了。巻き込みはすぐに戻りますから。ちょっとこの幹に逃げる頃にもう十分ですよね。しっかりと見えてもらいましょうか。もうちょっと水いるなぁ、やっぱり。どう考えても。はい、たっぷり入りました。これが西マーコのちょうどいいですよね。あれ、だし出たっけ、これ。忘れちゃったよ。ビデオ巻き戻すわけじゃないし。マリア。あ、レンコン入れんだった。こんにゃく入れんだった。ちょっとでかいね、このこんにゃくをね、入れるんだけど、ちょっとでかいね。でかいじゃろう。それじゃあ、こんにゃくでかいじゃろう。ね、まあ何でもいいんです。乱切りになっちゃいますけど。かくこんにゃくはそういう意味では、まあ使いづらいっちゃ使いづらいよね。下ゆでしとくとね。でっけえ四角のうちに下ゆでしとけばまだ楽なんだけどさ。はい、入りました。これはやっぱここじゃない方がいいなぁ、なんかいつもここ中に入れておくんだよな。まあいいや、あとで袋探そう。ほうほう、そら袋。
俺とあの豆腐の卵とじと食べるとき同じ皿に盛ったりするとね、美味しいわね。美味しいじゃろ。美味しいよね。ほうほう。さっきのやつね。はい、これでこのまんまいきましょうか。その隙に、よいしょ。牛肉用意しようかな。ガラガラっと煮立ったところで入れる牛肉を用意しましょうね。ガラガラと煮立ったところで入れる牛肉。はい。ああ、鶏肉もあったぞ。鶏肉も入れよう。プールゲームで鼻がばかりになってるのがつらい。よいしょ。鶏肉は結構煮ても味が残ってくれるんでね、結構早い時期から入れっぱなしにしますことが多いございますね。牛肉はなんかスカスカになっちゃうことが多いような気がする。なんで鶏肉はもう入れちゃいましょう。ね。入れるとき、ちょっとバラして入れないと、くっついて一体化しちゃうんでね。鶏肉さんね。お、だんだんアクが出てまいりました。で、こっち側で、切るとね。まだ大丈夫ですね。半分ぐらいやっちゃおうかね。全部は多いよ。もうこれ、賞味期限近いからね。全部やっちゃおう。レンコン入れたら入れ時なんで、まあ今回はね。これを入れることにしましょう。ほら、ほら、ほらって感じだ。こう、感じだね。これも切れへんや。みたいな。メキア兵が出てきたらもうダメだよね。メキア兵にはかなわないから。この何が怖いかって言ったら、このメキア兵ほど怖いものはないね。一回クシャナと会ってみたいよね。クシャナ。うまいね。このぐらいでいくか。よしよし。このままいくとちょうどいいでしょう。最後に飛ばすときにこれを入れましょう。醤油とね。醤油はもうちょっとしたら入れればいいかと思うんですが。入れんだろうなぁ、醤油って。ジャワジン入れやがってね。あ、里芋も1個あるよ。
これハーブ使わなきゃいけないんだよね、だってこれ。次あれ、ここ。初心貫くんだ。それちょっと入れちゃおうかな。ちょっとね、軽く味がこう、わしゃわしゃって入ってくるね。しかしね、いろんなことがあるよね、世の中。それでいいんじゃないかい。じゃあこのまんま行ってもらいましょう。どこ行くね。牛肉と鶏肉の、煮しめに、木綿豆腐の卵とじと味噌汁。今朝はさっぱりシンプルだね。しかもまだ昨日のカツが、朝のカツがね、昨日の朝のカツが残ってるんで、これはカツ丼にしたりなんかしますしね。まあまあよくできてますよね。こういうのはどうやって住んでたら結構大丈夫だね。よいしょ。お腹いっぱいとにかく食べることだ。ダイエットとか体重を減らしたいとか言って食べるもの減らしちゃうと大変なことが起こりますからね。僕は昔ずっと体重を落とした時もそうでしたよね。何の心配のないものはこういうふうにするし、何らかの形でちょっと腐敗する要素のあるものはこういうふうに集めるとね。でこういうふうにすると、かぼちゃの種、かぼちゃの種ってな、巻いてみてけどな。巻いたことねえよな。昔巻いたかな、子供たちに。来年は、畑ができるんで、畑と暮らそうかと思っております。これだね。よいしょ。今体重を15キロぐらい1ヶ月落とそうっていう企画で、酒飲んでないんだけど、食事は全く今まで通りに来てるんですよね。でも酒飲まないってだけで随分違うよね。食事っていうか組み立てっていうのはね、まあやっぱ恐ろしいわ世の中。このもいいよね、この寿司大好き。いい味だ。レンコンがどんななってるかだよね。今回の煮しめのキーマンはレンコンだ。初にレンコンしよう。レンコンって言えばレンコだよね。まだ硬いかな。ちょっと硬めの方が美味しいんだよね、レンコンって。うまいわ。
これうまい。これうまい。じゃあ火力を大にして見飛ばし始めますか。で、ガンガラ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 って見えてきたところで、これ足ります。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 トルケーで鼻効かねえんだよね。うん、うまい。うまいね。これはうまいわ。じゃあちょっと照り入れるのにごま油にしようかな。ごま油あったっけな。うん、はい、このまま煮飛ばしてまいります。昆布もこのぐらい細い方が美味しそうだね。はい、鶏と牛肉の仕立てです。うん、あ、落ち着いていい味です。なんか足に緩むんだ。はあ、では
もう人並みにしてつらいよ。けどまあ仕事だ。頑張るぞー。おう。